今日はユーチューバーのね有名なコヤッキーさんと、えー、高根先生の掘られました穴でこれは山本英介さんの掘った穴今来ておりますけれどもどうですか現地に訪れて。 だからロマンを感じました。ああ、そうですね。うん、なんかあの見つけることよりも、来ることにすごいなんか意義があるような、そういうな感じがしますね。はいうん、やっぱ徳島って、なんか目立ちにくいところあるんですよね。うんうん、なんかこの観光で行こうと思ったら、どうしてもなんかこう徳島ってちょっと優先順位が低くなっちゃうところがあったんですけども。うん、あのうちのスタッフにですね、徳島出身の女の子がいて、でその子はね、すごいテンション上がったんですよ。はい、で自分のなんだろう、こう生まれ育った街が、こんなにもミステリアスで、ロマンが溢れて、都市伝説が。 すごい豊富にあるってことを僕もそこから知ったので <laughs> えー、改めてね、そういういきっかけで来れたたことがね、何も良かったでまた剣山って言ったらもう名前だけは有名ですけども一体、はい、何がその有名になるかも分かってないんですよ。すそ,うでそこになんかやっぱこうね、うん、あのインディ・ジョンズの有名な失われたアート、ねえー、契約の箱があるっていうねそれがすごい日本が誇れるようなものじゃないですかそういうのがねやっぱじ自分はその場所に今いるんだっていうことがねうん、うん、すごい、えー、感慨深いです。まあよくね、ね封印された、ねうん 四国って言われますけど、本当にあの開かしてくれないんですよ。高速道路全国で一番最後ですよ。で鉄道も鉄道もない。汽車が電車がね電車が通らない。まあジバが来るとかよくいろんなこと言われますけれども、本当そう思いますね。すごいですよもう一つはあの火山がない、地震が少ない。なるほど。本当に一番安全なところへ隠してるって言われる。 なるほどすごいですね昔の人の方がすごくやっぱり知ってたと思いますね、うん、確かにううだって阿波の国ですかそ<う>だからもう今山馬台国はねどこにあるかってすごい論争にいまだになってますけどもそれが実は徳島からじゃないかって言うね,そうね言われてますからそうですねっていうのはもう古代文字で渦ですからはい まさしく渦の世界ですね。確かにね。はい、はい、すごくね、その螺旋状にいろんなものを考えて作られていて、そうですね。気がなんかね、いい気が滞留するようにできてるんですかね、なんかすごいいいですよね。うんうんうん、そうですね。うん、あのキッシーさんの見たね、宇宙の始まりもすべて渦なんですよね。はあはあははあ。だからもう人間も渦が巻いてるし、はあ、ますし確かに銀河もウズ巻いてますもんね。すべて渦なんですから。確かに。はい。 うわすごい面白いですね。ナルトだから渦は巻いて、それから徳島へ入るっていう。あ確かにね。阿波まの道とか言って徳島ですしね。す,ねす,すごいよくできてますよね。その向こうは紙の扉で神戸。ああなるほど。<laughs> そこに四五線が明石から通ってまああの幻想的なね今日こういう霧ですけども、うん、まあこれも山にとってはねすごい雰囲気があっていいんですけど、はい、実はまた次は 景色を見に。そうですね。はい、次はまた違う目的ができましたし。はい、なんかまた戻っておいでと言われている気分がします。ね。多分そうだと思いますね。はい、ぜひ来ていただきたいと思います。いや、今日は案内していただいてありがとうございます。ものすごい親切な、はい、あの案内のおかげで楽しく登山もできましたし、ね <laughs> はい。ありがとうございます。<の>またぜひお待ちしております。ありがとうございました。はい